X ドライバーは漫画家藤島康介が企画原案キャラクター原案を担当した OVA 作品及びこの作品に登場する架空の職業全6巻がバンダイビジュアルより発売された2002年に日活系劇場で X ドライバーザムービーと題して OVA シリーズの数年前にあった事件と後日談が映画化された 劇中に登場する実在する車の排気音、走行音はすべて実際の車両から収録された本物の音声が使用されている。映画版では自動車の走行シーンの多くが CG で描かれた。人類の進歩で技術は進みそれは自動車も例外ではない。かつて19世紀後半にガソリンを燃料とする内燃機関が発明され、 その後も様々な燃料を使用できる自動車の発明がなされた。来年期間が排出する排気ガスも歴史と共にクリーンになっていき、運転者の操作を補助する機構も日々進歩している。本作は近未来にその技術が進みいつしか人間が車を運転するという概念がなくなり、コンピュータにより完全管理された自動運転車である電気自動車。 AI カーが行き先を告げるだけで目的地に連れて行ってくれる便利で快適なものに進歩している時代というのが物語の舞台である。AI カーはコンピュータにより管理されており通常であれば事故などは起こり得ないが、それでもコンピュータの不良、故障、セキュリティホールなどが原因で暴走事故が起こってしまう。さらには悪意を持った人物が犯罪を行う目的で、 クラッキングを行い意図的に暴走事故を起こしたり、AI カーを使用した行動レースをする目的で、自分の意思で違法な改造を行う者も,もいる。こういった事例に対処するために AI カーを使用するのは事実上困難であり、コンピュータに管理されてない車、すなわち人間が運転することによって動く車を使用するしかない。しかし、人が運転することを捨ててしまった世界において、 車の運転をできる者は特殊な能力者といえる存在である。そこで、生まれつき天才的なドライビング能力または、ライディング能力を持つ人間を選抜試験を課した上で合格者に、X ドライバーライセンスもしくは、X ライダーライセンスといわれる免許を交付し、ライセンスを受けた人物は、X ドライバーもしくは、 エクスライダーと呼ばれライセンス保持者は暴走する AI カーを止める業務に従事することになる。出動指令が出ると、エクスドライバーたちは自分のためにチューンされたガソリン車に乗り込み、運転技術をフルに活かしてその任務に当たる。ライセンス取得に年齢制限はないため、若年のライセンス取得者は学校に通う合間に任務をこなす。エクスドライバーを統括する組織は、 世界規模の組織で各国に本部や支部を有し人材交流も活発で X ドライバーの人事移動が国をまたぐ場合もある。この時代では特殊技能となった運転技術を持つ者としてでなくその地域のヒーローと言える存在になっている。本作 OVA では日本の東京湾岸地区に面したとある支部が舞台である。2000年10月21日に公開された。 主人公三人にスポットを当てたミュージッククリップ。アーメガミ様劇場版と同時に上映された。2002年4月20日に公開された映画作品。後述のエクスドライバーザムービーと同時上映された。OVA 本編の数年前のエクスドライバーアメリカ合衆国ロサンゼルス支部で起こった事件を描いたストーリー。当時ロサンゼルスで X ドライバーとして活躍していたニナとレイの二人がが、不思議な暴走事故が頻発していた。管制システムが暴走者を喚起するが、暴走者の姿はなく、見えない暴走者と呼ばれていた。二人は事件の解決へ奔走する。2002年4月20日に公開された映画作品。上映時間62分。世界中の人々のヒーローである、X ドライバーの祭典である、 エクスドライバー世界大会がアメリカ合衆国のロサンゼルス軍サンタモニカで開催されようとしていた。世界各国から国内地域予選を勝ち抜いた7カ国系8大による決勝レースや各種イベントが予定されていた。しかし大会の裏である事件が起きようとしていた。OVA3 話から4話の間に起こったストーリーカドカはスニーカー文庫から発売。著者はアモンヒロシ。 イラストは、浜崎健一、小林弘明 OVA2 話から3話の間に起こった、ストーリー X ドライバーロードープライド12001年3月1日、初版発行 ISBN4 から04から425501から 6OVA1 話のエンディングの総1の腕時計の表示から、その後小川に触ったのか、と尋ねられるが、リサたちに勘違いされ、胸型には、彼女のボディは、 どうだったと尋ねられ、大恥をかく羽目になった。インプは暴走 AI カーにお釜を掘られた挙句、その影響でスピンシュクラッシュ。ボンネットが浮き上がり、街灯が折れるほどの衝撃で、右フロントの足回りに左右の車高がバラバラになるほどの重傷を負っていた。その上に電子制御プログラムを使っていたがためにバグをもらっており、 胸方も電子制御にしたのが仇になったと言っていた。しかし燃料タンクまで増設することまでは考えていなかったらしい。いわゆるツインチャージャー仕様だがかなりのガソリンを消費していた。この時のセリフなのだが夜であることや彼女のキャラクターも相まってあたかも二人が性行為しているかのように思わせる内容となっていた。トレーラーヘッドの構造自体はエンジンはディーゼル、 シフトレバーは、MT の H 型変速機のタイプと思われる。作中催眠ガスで、ニナを眠らせた後、腕時計型の通信機を外して舐めていた。しかしすでに例に見つかっており特殊粘着弾で、数台を捕獲と破壊をされる羽目になった。すっぱだかにされた上に手足を縛られ、ロッカーのようなものの中に閉じ込められた。その後消防隊に救出されるが、 股間を隠すように貼ってあった張り紙には自分は2ナとレイの半径10キロ以内に近づかないことを約束すると書かれていた。この記事は以下のカテゴリでも参照できます X ドライバーザムービーに関するカテゴリ。ありがとうございます。